超うまい。はい、皆さんこんにちは。ひなです。たかです。エイティブログです。はい、ということで今日はですね、サンパウロにあるリベルダージっていう地区に行ってみたいと思います。今日は日本食です。日本食です。でちなみにね、地下鉄で行きます。サンパウロにはね、地下鉄メトロが走ってて、ちょうど今ね、この目の前にある駅、ルス駅っていうね、まあめちゃめちゃ建物の雰囲気がいい一つの観光スポットになってる。なのでここのルス駅からメトロに乗ってリベルダージエリアに行ってみたいと思います。今ね、ルス駅の中に入ってきました。うわ、すごっ。なんかすごいヨーロッパの駅って感じしない？すごい、この駅全体がレンガ調の色でね、統一されててめちゃめちゃ綺麗で、今のはねメトロじゃなくて、なんていうの、地上の鉄道なので、僕らはメトロに乗って一回出て地下の方に入ってメトロに乗っていきます。めちゃめちゃマリファナの匂いするね。ルス駅入っていきます。はい、今ね地下鉄の駅に入ってきました。でちなみにルス駅ってすごい綺麗で、観光スポットになってるんですけど、ルス駅の外の周辺はね、治安が良くないです。このルス駅のすぐ近くのホステルに泊まってるんですけど、もう夜とかは絶対に歩けない感じ。でも効果あるからね。そうで、ホームレスの人も多いし、まあ、薬やってる人も多いし、すごい、まあ、集まってくる人がかなり危ないです。なのでもしね、観光で来るときはまあ、Uber で来るか電車に乗ってきて駅の内部見て、またねこのルス駅周辺から立ち去った方がいいかもしれないですね。ということで今からチケット買って乗っていきます。はい、地下鉄のチケット買いました。日本と一緒。1人いくらですか？4リオです。ということで乗っていきましょう。ここに入れるのかな。おう、 OK。 ということで、あ、でもねこれ周り見せると意外とね、地下鉄は綺麗です。中はね、本当に清掃が行き届いてて、モダンな地下鉄の駅っていう感じがしますね。はい、ということで今リベルダージの駅に着きました。日本に来ましたね。早速ね、駅の中で日本人が喋ってて、わー、日本だーってなってる。ちょっとね、お腹減ってるので、ちょっと街ぶらつく前にとりあえずね、ご飯を食べに行きます。では、ここに入りたいと思います。ラーメン屋さんです。私の大好きな豚骨ラーメンです。行ってみましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さんです。すごい、日本語だ。お客さんです。日本やん。日本やん。はい、ちょっと今ね、メニューを見てます。豚骨ラーメン、ゴッドファイヤー、めっちゃ辛いんじゃない？醤油豚骨、味噌豚骨、簡単豚骨、豚骨ベジタブル、魚介豚骨、めっちゃ豚骨あるやん。これ豚骨ラーメンのお店だから。すごいね、メニューめっちゃ豊富よ。あとは唐揚げ丼とか、おにぎりとか。おお、替え玉、キクラゲあるやん、キクラゲ、味玉、やっぱ決めれんわ。バリカタね。バリカタを知ってるんですか？はい、誰も3時におにぎりご飯食べない。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、食べました。幸せ。あぶね。めっちゃめちゃうまかったっす。あ、幸せ。一向舎っていう
ラーメン屋さんなんですけど、はい、情報は下に入れますか。概要欄に載っけときます、はい、なんか世界中に店舗があるらしくて、そうで、どこでもそんな同じレベルだったらどこでも食べる。やばい、このレベルだったら本当に日本の同じレベル、世界中でここの店行っても大丈夫ぐらいめちゃめちゃうまい。で、なんかこだわりとしてはね、なんかあそこの建物の中でね、製麺もしてて麺も作ってるらしいです。だからブラジル一うまいって自負してましたね。社長さんもちょっと来てくれたんですけどめちゃめちゃうまい、マジで。本当にサンパウロ来たら、日本食恋しくなったら一行者、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ行ってみてください。てなわけで、これからはね、この日本人街エリアをね、ちょっとプラッとしていきたいと思います。日本やん、日本やん、ここも日本やん、雰囲気日本やん、家が日本やん、これも日本やん、中国やん、中国やん。おう、マルカイスーパー、スーパーに入りましょう。日本のスーパー、おお、見て弁当、この弁当ね、まあ、900円ぐらい、いいんじゃない、まあ、そんなめちゃめちゃ高いわけです。めっちゃある弁当、めっちゃある。おにぎり、やっぱおにぎりもあるやん。おにぎり1個6だから180円いかないぐらいかな。まあでも日本と比べるとまあ2倍とかかな、値段はね。すごっ、面白、もう日本やん。ポッキーを見つけた、ポッキー。わー、ポタポタ焼き、これちっちゃい時いっぱい食べたよ、俺子供の時、おばあちゃんが買ってくれて。これ16レアル、高い、高いな。卵ボール、これはあれでしょ、日本人だったら絶対幼少期に食べてるソウルフードでしょ。食べたことあるじゃん。ない。これめちゃめちゃうまい、この口めちゃめちゃうまいですよね、卵ボール。うまいんですよ、まあみんな知ってるか、日本人だから。で、今日本人の人に話しかけられましたねこれあれだな、日本人街だから、日本人の人いっぱいいるから、変なこと言うとあいつ何言ってんねんってなるな。すげえ、ちょっとプラプラして一番すごいところを、はい、そうしましょう。いろんな種類のラムネ、こんなさ、抹茶ラムネとかさ、日本で見たことないよ、逆に。これとかも京都で売ってるのかな、まあ、タカはスーパーに行ったことないからね、日本で。まあ確かに行かないでしょ、コンビニにしか行かないからね。だから俺正直日本のスーパーに何売ってるかそんな知らないけど、まあでもこういう感じでしょ。やばいやつだな。いいじゃん、ブラジルに来て日本のスーパーを知るっていう。来た、うどんだ。これあれじゃない、小学校の時にさ、給食で食べてたソフト麺じゃない。給食のソフト麺懐かしくてうまいよね、あれね。分かる人いるかな、共感してくれたらグッドボタン押してください。ソフト麺うまいよね。あ、見てこれ、ハロークッピー。これも日本の小学生はみんな食べるやつ、みんな通るやつ。これしかもこれ懐かしいな、これちぎって食べるっていうね、ちっちゃい時買ってもらったよ。タカが、タカの懐かしいトリップ、はい、行きましょう。俺の懐かしの子供時代はい、というわけでね、マルカイさん、日本のスーパーに行ってきました。地図はありますか。地図はいらないです。いらない、ありがとう日本語を喋れますね、すごいね。もう本当に日本ですね、日本人街というよりは日本です。日本です。お店もレストランもスーパーも歩いてる人も日本人がめちゃめちゃ多いし、日本のデザートが欲しかったけどね。早く日本に帰りたいな、早く帰りたいな。いや、今日のあのラーメン食って本当に日本に帰りたいなと思ったね。日本に帰りたいな。もう信号が可愛い、本当だ、信号が日本、信号までも日本。まあ日本食食べてお腹いっぱいになって、日本の雰囲気味わって、いやマジで幸せだった今日一日。こんな幸せな日が来るとはいや、これも日本帰ったら俺らどんだけ簡単に幸せになるね。すごいね、日本帰ったら多分毎日幸せだよこれ。このビデオが良かった人はいいねボタン押してください、お願いします。あとチャンネル登録ね、はい、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょうか。バイバーイ。やばいよね、なすき家がある。夜ご飯はすき家だね。おい、日本酒が飽きてんじゃねえぞ。サンパウロにある中央市場にやってきました。めちゃくちゃでかい。ハロー、
屋さんかな。そしてここ、これ多分豚だよね。モンタデーラって言うんだけど、フランスパンにね、大量の塩辛いハムを挟んだ。はい、ということで聞きました。